Ladies and gentlemen, welcome back to the second half of tonight's show. So the second play, or rather maybe the third play that we are performing tonight, is called Fukuro. So the story is that a mountain priest, this is a mountain priest story, which is mountain priest Yamabushi. So they are usually depicted as someone who's really not a real monk, but someone who is always kind of silly and tries to be helpful, but usually failed in his mission. So the mountain priest today is the same thing. The story starts when an elder brother is very worried about his younger brother because the younger brother has been acting very strange. You know, you will see, I interacted with a young man earlier on and we discussed and we decided that kind of action looks like a bird, which is actually an owl. So the brother approached his friend, the mountain priest, to come and cure his younger brother, who's acted very strangely, because when he was in the mountains earlier, a few days ago, he destroyed an owl's nest. So now the angry spirit of the owl has come to haunt the younger brother. The mountain priest, on the one hand, really wants to help out, feels that he really is not that powerful. So at some point, he kind of gives up, and we will see at the very last minute what happens to him too. So, ladies and gentlemen, I bring to you Fukuro. まかりでたるものはこのあたりに住まいいたすものでござる。それがし弟を一人持ってござるが、この間山へ参り戻りてより何やらむつけたことばかり申しまする。近頃心もとのうござる。さてそれにつき、ここにたっとい法院様がござるによって、これよりあれへ参りひとかじしてもらおうと存ずる。まず急いで参ろう。いやまことにこう参っても法院様がお宿にござればようござるが、もしござらぬ時は参ったせんもないことでござる。いや、何かと申すうち、はやこれでござる。まず案内をこう。ものも案内も。くしきの窓の前へ。
その森行きが何とした。この間山へ参り戻りてより何やらむつけたことばかり申しまする。近頃心もとのござるによって法院様おいでくだされ、ひとかじしてくだされようならばかたじけのうござる。この間は別にあんしそいせおらいて、いずかたえもいでずすおらえどむ。まあ、そっちの方とあらばいてもやろうか。すれば今にもござるか。このまま参ろう。それならばまず法院様から行かせられ。案内者のためまず何時から行け。案内者とござらばお先へ参りましょう。さあさあござれござれ。参る参る。さてあの森行きは日頃達者な男であったが、何として見つけたぞ。この間山へ参り戻りてより何やら見つけてござる。さてさてそれは気づかわしいことじゃ。さりながら身どもがいたならば早速様子のわかることである。そしてほどはまだ遠いか。もそっとでござる。急がせられ急がせられ。心得た心得た。いや何かと申すうち早これでござる。さあさあこう通らせられ。通ろうか。ずっと通らせられ。心得た。さて病人の伊豆国におるぞ。おっつけ連れてまいります。早よを連れてこい。かしこまってござる。これ森行き気を張ったと思たしみ気を張ったと思った。おおお法院様のおいでじゃ。森行き、これ法院よ法院様のおいでじゃ。気を張ったと思ったし、これこれ森行き森行き法院様のおいでじゃ。気を張ったと思ったしめ気を張ったと思ったしめ。森行きを連れてまいりました。森行き森行き大森行きこれ人見知りもせぬな。さようでござる。まず手裏を置いて裏の手やろう。ありがとうござる。丹朝剣銀南パ銀南パおこれは愚品の技じゃな。ほうほう、すれば愚品の技でござるか。なかなか。それならばまた脈を見てやる。それはありがとうござる。さようでござる。それならばまず一かじしてやろうか。ありがとうござる。ぎゅー
じゃわかじにまいらんてお、えんのぎわじゃのあとはつき。え、は、なにとありがたいか。ありがたそうなことでござる。今体両部の峰を分け、疾風をの杖を払いし、鈴掛けに不自由を隔つる銀肉の毛さ、赤木の数珠の色とはか。ではのうて、むさとしたる草の実をつなぎ集め、数珠と名付け、九王の数珠にて、一祈り祈るならば、ねえどか、既読のなかるべき。ボロン、ボロン、ボロン、ボロン。おお、これは不思議なことじゃ。ボロン、ボロン、これは既読なことじゃ。ボロン、ボロン、これは不思議なことじゃ。ボロン、ボロン。間山へ参り戻りてよりこのようなことばかり申しまする。さて不思議なことじゃ、今のは何やらの泣き声のようでもあったが、何ぞ思い合わせることはないか。何も思い合わせることはござらぬが、おお、それそれ、この間山へ参り、フクロウの巣をおろいたとやら申します。おお、それで思い出いた。今のは確かにフクロウの鳴き声であった。まことにさようでござる。定めてフクロウが森行きに取り付いたものである。取り付いたものでかなござりましょう。よいよい、ここにフクロウが嫌うカラスの印というがある。これを結んでかけ、祈り放いてやろうか。はよ、祈り放いてくだされ。わからえた。深深き袋をなりとも、カラスの印の結んでかけ、明王の柵にかけて、今ひと祈り祈るならば、ねえどか既読のなかるべき。ブーロン、ブーロン、ブーロン。これは不思議なことじゃ。足の下の性分を、これはひどくなことじゃ。破けた性分を、これは不思議なことじゃ。誰ともおられず、誰ともかられず、これは不思議なことじゃ。これは、ボーイ、ボーボーイ。
この度は二人とも祈り殺してやる。いかにあちらこちらに映る袋なりとも、いろはの門にて今ひと祈り祈るならば、などか既読のなかるべき。ブーロンブロンブーロンブロンブーロンブーロン、いろはにほへつブーホーブーロンブーホー、ちちちりぬるおわほーポッホー。